リンリンハロー、パッラレールリンリンパラレルのリントです。この1個前に上げた動画でね、うららちゃんを女の子じゃなく男の子説っていうのでね、ちらっと動画を上げたんですけども、今詳しい学術書をいろいろ見て、実際にちょっとこの子の体を見た上で確認したくて、ね、もう噛むんで慌てるけど用意しました。ちょっとごめんね。ああ、噛みますね。よいしょ、ごめんね。ああ。やっぱり男の子ですね。高さもあるもんね。詳しい学術書をちょっと確認してまいりました。前回の動画だけで謎な、なんか雰囲気だけで終わってる動画だったので、あの動画の今1時間後くらいですね、いろんなちょっとサイトとか、学術関連のことをいろいろ調べてまいりました。で、前提としてうちの子、まあ、障害ではないですけどね、病気だったのもあったのと、まあ、それでね、入院もしてたんですけども、でそのタイミングで、そうです、獣医さんにちょっと確認を取りました。女の子じゃなかったっていう話で、仲良くさせていただいてるので、普通に話を聞いてもらったんですけれども、動物病院の方でも、確かに性別の確認はちゃんとしてないねって話になって。で言うと、この子のレントゲンをちょっと取って、骨に異常がないかどうかっていうのは見たっていうのと、下半身の骨が腰の部分に見たりして、ただひっくり返してお腹の方を見たかと言われたら見た記憶ねえなって話にはなったんですね。で、見た記憶がないなっていう状況もあり、でどちらかというとそのエンセファリトゾーン の治療を重視して抗生物質っていうのを取らせて、この子たちを飼育してたんですけれども、そのタイミングで見てたのは基本的に下半身が良くなっていくかっていうところの症状重視だったんですよね。っていうのもあって、よく考えたら性別まで見てないねって話に思いました。で、私も女の子だと思ってたから、であっちも女の子だと思ってたので、一応カルテ上は女の子という形でそのままね、乗ってるんですよね。で動物病院の方にも聞いたし、いろんな学術書を見てもらいましたけども、万が一障害を持って生まれたりとか異形な子っていう場合だと、そのたまたまの埋まってることっていうのがあるらしいです。そういう子もいるみたいですね、事例としては。で、もしかすると埋まってて性成熟とか、あとエンセファリトゾーンの原虫の部分が良くなったのもあり、もしかしたら出てきたのかなって思いました。で、たまたまがポーンとついてれば普通気づくはずなんだよな、飼い主が。すごいまだジコジコ言う状態で、ごめんね、お腹見せてねって言って、お腹見せてもらって、で、それ
れで終わりなんですよ。でその時にホワイトフェイスの方の子はうららちゃんって名前をつけた上で女の子だなと思ってたんですよね。でハルくんの方は、まあ、ホワイトフェイスっぽい顔に見えたんですけど、よく見るとノーマルだなって感じで、最近ノーマルの色がちょっと強くなってるんですけども、ハルくんは男の子だなって、完全にたまたまがちゃんとついてるのに、方が軽症だったんで、ちょっと目が悪くなる程度で済んでて、うららちゃんの方は結構重症だったんですね。下半身が不随になってしまったりだとかっていうところで、どちらかというと軽度ではなかったっていう状態なので、それももしかしたら影響してるのかなって思いました。でたまたまこうなってて、手術をしその事例を見ました。お腹の玉が入っている部分を確認して、実際に手術で中の玉を外に摘出っていう形 で、お腹の中で肥大化してしまっていたっていうのもあって、それが悪影響ないようにっていう玉が外に事例も見ました。でその事例を確認した時にお腹のところを見ると、ぱっと見女の子になりました。袋のものが方眼とかで調べると出てくれると思います。埋まるとか、玉埋まるとかでやろうと思うんですけど、そういう事例があるっていうのを聞いて調べて、見てみて、マジかってなりながら、自分自身だけだなと思うと、そういう感じです。はい、っていう村田ちゃんの実は男の子っていうお話で、男の娘って書いてある男の子でもいいのかな。ね、まあついてるけど、親を慣れてそんな気持ちでいきます。ちょっと気持ちの整理がまだついてないですけど、気持ちの整理で私が多分確認をして何不足だったのか。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。